い、どうも、車カルチューはワンソクチューブです。今回は皆さんリクエストの多かったレクサス UX300H というね、かなり大きなマイナーチェンジをしたレクサスの新型 UX、 こちらに試乗していきたいと思います。で、私 LBX 納車されましたんで、 LBX と比較しながらですね、インプレッションしていきたいと思います。で、こちらの試乗車ですが、レクサス UX300H バージョン L の AWD となっています。車両本体価格が565万7000円で、オプションが74万円入りまして、込み込み639万円となっていますが、これ諸経費は含まれてませんので、まあ、ざっくり LBX と比べると100万円ぐらいは UX の方が高いという価格になります。それでは早速走っていきます。いや、私以前ね、レクサス UX250H という、今回 300H ですけれども、初期型のレクサス UX のハイブリッドの F スポーツの FF に乗ってたんですけど、今回めちゃくちゃ手が加えられてるんですよ。で、これがですね、望んでいた改良がほぼほぼ加えられているということで、2022年の夏にも私 UX の試乗はしてるんですけど、あの時はですね、そんな変わった感じはしてなかったですね。で、今回 UX は250から300という風に数字が変わってますけども、2リッターのダイナミックフォースエンジンに THS2 というね、ハイブリッドシステムが、組み合わされているという、エンジンの排気量自体は同じなんですけれども、 THS2 というね、ハイブリッドシステムの世代が新しい第5世代のものに変わりました。まあ、カローラとかプリウスとかと同じような新しい世代のハイブリッドシステムになったということですね。で、それに伴って今まで、レクサス UX250H ではですね、ニッケル水素バッテリーが組み合わされていたのに対して、今回はリチウムイオンのバッテリーに変わっています。で、以前に乗った時にですね、やっぱりニッケル水素のバッテリーだとどうしてもモーターのこうトルク感とかですね、電動感っていうのが薄かったんですよね。で、それが前回の、改良の時にあんまり変わった感じがしなかったなって、モーターでの電動感がそんなに強くないなっていう風に思ってたんですけど、今回リチウムになったのと、新しい THS2 第5世代のものに変わったんで、もう走り出しから全然違う、電動感がめちゃくちゃ強くなった。いや、これはいいですね。で、あと結構ボディにも手が加えられているということで、ロアバックパネルの下にガセットっていうね、なんかボディ剛性を強化するものであるとか、ラジエーターサポートブレースっていうのを追加したりとか、ボディの強化も行っていると。あとね、静心剤、遮音材を適正配置することでローノノイズなど、低減して静粛性も向上しているということで、まあ、確かにもう最初に乗った時にはめっちゃ静かだなって思ったのと、なんかボディのこう、なんつんでしょうね、緻密な感じ、精緻な感じっていうんですかね、一転がり目からそれは感じた部分ですね。で、静か、エンジンルームからのエンジン音の入ってくる音っていうのもかなり静かですね。これはLBX よりも静かだな。やっぱりそこは価格なりの、違いはありますね。で、こちらの UX300H の最高出力は 112kW、152馬力。で、最大トルクが 188Nm ということで、システム最高出力は 146kW、199馬力と、いうことで、LBX が136馬力の 100kW なので、もう全然こちらの UX300H の方が、まあ最高出力は大きいわけですね。さらにですね、で、今回、こちらのね、試乗車はバージョン L の AWD となっていますけども、リアモーターの容量も上げられていて、84Nm の、モーターがリアに配置されたということで、まあ、LBX はですね、リアモーターの出力がめちゃくちゃ、小さくてですね、まあ、世代の古いモーターという感じになっているので、本当にフロントのタイヤが滑った時、あとは出足の発進加速の10キロ未満ぐらいでしか、リアモーターが駆動していないというのが、モニターを見ていて分かったんですが、こちらの UX300H の AWD がどういうね、挙動するのかっていうのをね、こちらのモニターを表示しながら見ていきたいと思います。
まあおそらく、あのプリウスの私 AWD 乗ってますけど、E4 乗ってますけど、プリウスではね、積極的にリアモーター動かしてましたが、おー、リアにトルクめっちゃいってますね。出足の発進加速からでも相当いってますが、それだけじゃない、多分ね、走ってる最中も結構リアにトルクがいくと思います。で、プリウスではですね、打角が入っている時ですね、ステアリングを切っている時に積極的にリアにモーターに、出力が加えられて姿勢が安定するような、後ろから押し出してあげるような制御というのが入ってましたが、おそらくこちらの UX300H でもそういうね、リアモーターの使い方をするんじゃないかと思います。今もね、すっごいリアにモータートルクいってますよね。まあ、打角入ってる時リアにトルク配分されてますね。やっぱり、いや、これは変わりましたね、随分。で、結構リクエストを多くいただいてたんですけど、 LBX と、UX の比較してくださいっていう、コメントかなりいただいてたんで、まあこれからですね、私の、LBX と並べて、撮りたいと思ってるんですが、もう走りの時点ではかなり UX の方がいいなっていう感じになってますね。まあそこは本当車格なりと言えると思うんですが、だいぶ良くなりましたね。さあ、ここから高速乗っていきますが、あ、でも走り始めて今まだ打角当ててないからかな、走り始めて今 FF で動いてますね。さあ、合流加速なんで、スポーツモードにして、走っていきましょう。お、今リアにトラクションがかなりかかってますね。おー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 、いいじゃないか、いいじゃないか、こういうのでいいんだよっていう感じですね。いや、いいじゃないですか。いや、ちょっと井の頭五郎になっちゃいましたけど、いや、加速の時はかなり後ろから押してくれてましたね。うん、全然初速の10キロ未満とかそういうこともなかったです。ただ今高速に乗ってスポーツモードで、巡航してる時ではほぼほぼ FF で走ってるというような感じですね。今、コーナーで、あ、行ってる行ってる行ってる。あ、打角当ててる時はやっぱリアにトルクが配分されてますね。あ、やっぱプリウスとかと同じような感じの制御なんだと思います。結構な、そうですね、コーナーだと言ってますね。あ、これだよこれ、こういうのでいいんだよって。ちょっと最近孤独のグルメ見すぎてるんで、ちょっとご老食が強くなっちゃいますが、いや、いいじゃないか、いいじゃないか。いや、いいですよ本当に。これはいいわ、走りはね、めちゃくちゃいい。うん、ステアリングもちょっと形は世代が古いタイプなんですけど、握りも太いし、いいですね。パドルもついてるし。いやー、高速のこの継ぎ目を超えた時のショックとかも、相当いいな。電子制御サスにはなってなかったかと思うんですけど、でも、すごく良いですね。LBX がやっぱり、私が乗ってるのは FF なんで、リアサスがトーションビームなんですよね。なんで、高速の継ぎ目超えた時とかは、やっぱちょっと、突き上げがある。で、 LBX に関しては E4 の方がですね、リアがダブルウィッシュボーになると。さらに E4 だと80キロ車重が重くなるというのがあって、こういう高速の継ぎ目を超えた時なんかの挙動は E4 の方が跳ねないなっていう印象はあったんですけど、まあ、ただ街中で乗ってる限りでは FF の方の軽さの方がスッと前に出る感じがあっていいなっていう印象で、まあ、どっちもどっちという感じだったんですが、UX こちら 300H の E4 に関しては挙動も落ち着いてるし、乗り心地もいいし、ロードノイズも入ってこないし、ビリビリブルブル来るような振動もないし、いや、これは相当いいな。いや、今買うのは相当ありですね。うん、まあ、LBX のざっくり100万円高とすると、今回乗ってるのはE4 なんでプラス26万円加わってますが、まあ、例えば F スポーツの FF とかって、私が以前乗ってた 250H と同じような仕様であれば、まあ、26万円安くなるので、それで LBX にはないシートベンチレーションがつくと。
で、こちらの UX は、まあ、マイナーチェンジ前からね、初期の頃からシートベンチレーションは当然用意されているという車になってますし、今回のマイチェンで大きく変わったのはですね、この 12.3 インチワイドのナビ画面は前からありましたが、この新しい世代の、T コネクトナビにはなってますよね。そして待望のメーターですよ。この 12.3 インチのメーターが採用されたということで、これ NX の、 あの年次改良ではこの 12.3 インチワイドの液晶メーターの導入は見送られたわけですよ。それなのに UX では導入されたということで、ある意味 NX より今 UX が熱いかもしれない、不満がない。まあ、ちょっとやっぱ内装とかのデザインは世代がちょっと古いんで、質感っていう意味ではやっぱ NX とかあと LBX の方がよく見える部分っていうのはまあ結構あるっちゃあるんですけど、こちらの個体にはついてませんが、まあムーンルーフは UX には用意されてますんで、そういうところも装備的に不満はないですし、まあオプションつけるとね、価格は上がっちゃいますが、モデルも結構末期になってると思うんですよ。もう6年目に入ってるんで、私が買ったのが2018年でしたから、今年2024年なので、まあデビュー6年目を迎えているモデルですけども、いや初期の頃から比べるともう本当に見た目は全く変わってないんですけど、走りと内容は相当良くなってますね。いやだからこのデジタル液晶メーターが加えられで、今回、シフトバイワイヤーになったので、シフトノブがですね、LBX とかと同じようなこのシフトになってます。まあ、ちょっとこの辺のデザインが初期の頃からこのセンターコンソールの幅とか変わってないんで、若干殺風景ではある、ここは本当になんか必要な部分だけ変えたっていう感じは出ちゃってるけど、まあ、装備的には十分ですよね。で、トラックパッドなくなっちゃったんで、リモートタッチね、なくなっちゃったんで、そこがなんか、この辺めっちゃ殺風景なんですけど、シートヒーターとかのスイッチがまあ一等地に来てるって感じですよね。でもパームレストになってるし、肘置き性とかも良いし、ドリンクホルダーがちゃんと2個横向きで置けるし、置くだけ充電もあるし、ということで、装備的にはかなり不満がないですよね。で、ドライブモードセレクトも、ここにね、ダイヤル式で、物理スイッチで、ちょっと遠いけど、用意されてるんで、RX みたいになんかこの画面から選んだりとか、タッチトレーサーに割り当てたりとか、不便なところもないし、タッチトレーサーは導入されてないんですけど、その分ですね、クルーズコントロール中、ちょっとクルーズコントロールもやってみますかね。はい、今クルーズコントロールしました。あ、でもあれがないか。アドバンストドライブがついてないな。あれ、これオプションでも用意されてないのかな。そこがまあ NX 相当と言えるかもしれない。そういう意味では LBX の方がアドバンストドライブがオプションで用意されているので、ハンズオフですね、高速道路で渋滞時にハンズオフできるアドバンストドライブが LBX では用意されていると。そこは LBX の方がいいけど、タッチトレーサーの、ステアリングじゃないんで、クルーズ中でもメーターの情報を切り替えることができると。この辺は逆に UX の方がいいですね。もうだからタッチトレーサーは個人的にはすごく嫌だって感じですね。見た目の先進性はすごいんだけど、使い勝手がめちゃくちゃ悪いのと、あと意外と押せてないっていうことが多いんで、安全面で危ないかなっていう。どういうことが危ないかっていうと、例えばクルーズコントロールをキャンセルしたと思ってキャンセルボタンを押してるのに反応してなかった。3回連打ぐらいしないとキャンセルだったりとか、その他のね、タッチトレーサーのスイッチが作動しない時があるんで、だからクルーズに関することは特に危ないですよね。クルーズキャンセルしたと思ったら押せてないみたいな時が、まあ、結構あるんで、タッチトレーサーはね、ちょっと、なんか、見た目の先進性で、安全性と操作性が逆に犠牲になっちゃってるっていう部分が、個人的にはあまり好きではないですけど、UX であれば、物理スイッチになってるので、その辺の不満もないし、クルーズコントロール中でもメーターの情報を切り替えられるというところはあります。ただですね、ちょっと惜しい部分としては、
この新しい世代のレクサスのメーターなんですけど、見た目はトヨタの 12.3 インチのメーターに近いんですけど、実は表示できる情報がトヨタのデジタルメーターより劣っていてですね、例えばトヨタのメーターであれば、表示できる情報をチェックを入れてですね、表示するしないっていうのも細かくカスタムできて、でこのメーターの中に四駆の作動状況とかもカスタムして置いておけるんですが、レクサスではできない。わざわざこんなでっかい全画面にしないと見れない。これは不便ですね。こんなにでかく表示する必要ない。だったらナビ画面のところに小さくウィジェットで、置いておけるとかがあればいいんですけど、そういうこともない。なんか完全にトヨタの介護官になっちゃってるっていうところが、レクサスとしてどうなのよって思うところではありますね。当然これ多分ウィジェット機能とかもないと思いますんで、まあ、クラウンクロスオーバーとかカローラとかに用意されている、メーターの中に、2つ情報を追加できるウィジェットっていう機能があるんですが、それをやるとですね、平均燃費と今かかっている音楽の情報が追加できるっていう機能がありますが、それもなさそうということで、なんかちょっと惜しいというか、表示できる情報がトヨタ以下なのはどうなんだろうって思うところですね。あとドライブモードセレクトで物理スイッチがあるのはいいし、スポーツにするとタコメーターに変わるとか、全部ハイブリッドインジケーターに固定するとかはこのナビ画面で、カスタムすることはできるんですけど、なんか演出が寂しいですよね。トヨタの、ね、液晶メーターだとスポーツってやるとスポーツっていうクラウンが横からシュッて出てきて、まあ、演出型っていうところもあるんですけど、そういうのもレクサスではなくて地味っていう感じはありますね。昔の液晶メーターの方がよっぽど分かりやすかったのになって思いますけどね。この辺はちょっと若干惜しいなって思う部分ですね。これはインフォテインメントのところで、まあ、今後、例えばオンラインアップデートとかでなんとかできるんであれば、なんとかしてほしいっていうところですね。で今回のマイナーチェンジで運転支援安全装備もレクサスセーフティシステム新しいものに、アップデートされているので、プロアクティブドライビングアシストとかも、備わっています。お、加速もいいですね。で回ってる時の音も相当遮音されてるな。いや動的質感めちゃくちゃ良くなってるな。あとやっぱリチウムイオンバッテリーになったおかげでモーターのトルク感めちゃくちゃある。今高速道路ですけどもモーター走行がずっと維持できてる。でバッテリーもあんまり気にしないでですね、ラフに運転していてもリチウムイオン結構ねエネルギーの充放電が効率が良いので、結構ちゃんとバッテリーが溜まるような感じになってますね。ということで、LBX と乗り比べると、ま、価格差100万なんで良くて当たり前っていうところではあるんですけども、あでもこれは100万払う価値はあるなっていう気がします。で今1台も私が車持ってなくて LBX と UX どっちを選ぶかって聞かれたらですね、やっぱ快適な装備とかを考えると UX かなり魅力的ですね。もともと私小さい高級車が欲しいと言っていて、UX はかなり理想に近いというふうに言ってたんですけど、それが、LBX の不満な部分がほぼ解消されている、モデルになっていると。で LBX と違うところとしては大きいってことですね。やっぱ一回り大きいんですよね。とはいえマンションの立柱には全然収まるサイズになってるんで、高さも長さも幅も、収まるサイズになってますんで、この大きさが許容できるのであれば、あとは価格が許容できるのであれば UX 今は結構おすすめですね。私が買った時が580万ぐらいで込み込み変えてたんですけど、今は値上がってもうちょっとだいぶ高くなってると思うんですが、 F スポの FF とかは結構いいんじゃないかなって思います。で今回乗り心地がいいのはですね、私が乗っていた頃はランフラットタイヤだったんですけれども、普通の空気のタイヤになっています。
ラフラットタイヤはオプションで用意されています。あとですね、UX300H になって 250H の頃に比べると 135kW 184馬力だったのが 146kW 199馬力になっていますので、15馬力、出力も向上していると、まあ、そういうところもね、走りの良さにも効いてきてるんだと思います。ということで、内外装編 LBX と比較した見た編っていうのもね、お届けしますので、ぜひそちらもチェックいただければと思います。ということで、レクサス UX300H バージョン L AWD 乗ってみました。 LBX と比較して、結論としては価格なりの良さはだいぶあるなという感じですね。やっぱ LBX はね、3気筒っていうところもありますからね、その辺の上質感っていうのはやっぱ UX の方がだいぶあるな。今だから結構改めておすすめできる車になってますね。まあ、フルモデルチェンジの話とかも全然聞こえてこないんで、まだあと2年以上はこのまま売るんじゃないかと思うと、今が買い時と言える車になってるんじゃないでしょうか。これからもね、レクサスネタはね、アップしていきますので、レクサス好きという方はね、ぜひいいねボタン、そしてチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。そして LBX の比較配慮という方もいいねボタンで応援してください。早めに出したいと思います。車でも何でもね、欲しいと思った時は買い時ですからね、好きなもの買って経済増していきましょう。それではあなたの物欲を支援する車カーチューバーワンソクチューブ、次回もお楽しみに。